丸の普段の敗、佐田の海4勝2敗です。中に入ろうという佐田の海ですが、回り込んで出し投げで崩しました。寄り切り、攻めが止まりませんでした。佐田の海勝ちました。5勝目。父お父さんの佐田の海も新入幕敢闘賞を取っていますので、佐田の海も親子での敢闘賞が目標ですという話にしています。寄り切り。今日の攻めは佐田の海さんどうですか。理想的な攻めを見せたんじゃないでしょうかね、はい、深く刺すとなかなか寄れませんからね、はい、前三つの浅いところを取りましてね、前回しがまず右が取れましたね、取れましたね、それで出し投げを打って、はい、まあ定石通りと言いました。